上野八幡宮、はい、上野八幡宮、菊川ですね。まあ、新南陽ですね。いやー、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も多忙量よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年もイノマ TV をよろしくお願いします。よろしくお願いします。一件更新しました。更新した。友達が馬乗ったっけ、それをいくつ。上場バックラム。はい、来た。上野八幡宮。よいしょ。はい、1月1日。ああ。次回は節分祭があるんやね。そうだね。こういうイベントがあると。いろいろあるってことだね。節分祭。次もうね、6日から初詣のお客さんもいらっしゃらない。そうだね。ほんまや。でもまだ6日やけ、初詣できると思う。まあまあ、うんうんうん。それも兼ねて、そうね、初詣も兼ねてきました。そうそうそう。容量がいいってことだよ。確かにそうっすね。意外と人いないですね。いないね。じいちゃん。だけど、元旦とかはすごいんだよね。元旦すごい。やっぱりやっとこいいね。あ、これやり方があるんですよ。水がないっすか。水がない。じゃあ、稲間君正しいやり方を。左手を洗う。うん、はい、洗って、はい、洗います。左手持ち替えて右手を洗う、はい、持ち替えて右手を洗う。詳しい。はい、両方楽を右手に持ち替えて左手に水を受けて口をすくう。あ、書いてるやん。水道代の無駄やから、多分節約されてます。うん、なるほど、なるほど。また一つ賢くなったね。はい。ああ、大きい。いやー、ここは来たことないな。ここないね。うん。結構来てるね。おお。今年のですね、これ。あ、すごいね。んすごい。あ、すごい。あ、これはすごいね。エトか。エトでも珍しいね、けど。ああ、エトか。てか、ネズミでか。それは、犬やからね。ああ、犬。あ、犬おるよ。あ、ほんとや。あれ、毎年設定していくんやね。すごいね、これ。チェーンソーアートやね。ああ、チェーンソーアート。そうそうそう。あ、すごいわ。チェーンソーアート。これはすごいわ。犬。おさ、おさえさしよう。はい。とりあえず犬は普通にやり。あ、はい。うん。俺ちょっと今日は再開されたんで、ちょっとまた今度来ます。あらら。はい。犬も変わりない方が。はい。じゃあ、視聴者の人のためにお祈りを。終わりました。勝手なこと。僕が触ったお金を視聴者プレゼント。何を言ってるポカーンじゃないですか。まずお礼ですよね。んまず、いや、さっきお金入れるよね。お金入れてちゃうだって。はい、正しいやり方。なんか違う。俺でも呼び出したの。それでお正が来るよ。お正が来る。お正が来るぞ。もう年末早々、年明け早々、お正のモノマネさせよ。やるのは NG です。なるほど。うん、これあれやね、透けてる。あ、奥にあるんだ。これ鏡だとも違うっていう、ね。これあれ、あ、そういうこと。宣教師様で主はお怒りになられましたから。え？これ中に。大丈夫ここも。はい。あ、すごい、ちゃんと。なくなるの？ちゃんと入れるってのは偉いですね。頑張れた。1円。1円。言わんでいいか。
なんかポストがある、ポストが妖怪ポストや、鬼太郎やん、ここもお賽銭入れるみたいな。いやマジで、すげえ欲張りやん神様。いやなかなか味がある、うん、神様は全部こういうとこあれだよね、だいたい御神木とかあったりするよね、でっかい木があって、これは変わってる。ひょうたんこ。ひょうたんこ。ひょうたん池。変わってるね。うん。これはな、すごいね。水が入ってない。うん。まあ峰の弁天池に比べたらね、しょぼいかもしれないですが。はい。まあこんな感じでしたね。うん。はい。はい。まあ普通の神社でした。そうですね、普通の神社、まあ、強いて言うなら、変わった彫刻があった。あー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 、うん、あれはすごいね。あれはすごい、なかなかない、あれはなかなか他では見れないっていう、それだけでも来る価値ありという。そうよね、ありましたね。よし、じゃあ締めてもらいましょう。締めて締めて締めの一本よー、オッケー。じゃあ今年もね、初詣に来たってことで、もうはい、まあね、いろいろ頑張っていきたいと思います。神様に託して、イノマ TV よろしく。イノマ TV 僕の TV を見てください。よろしくお願いします。面白い動画を上げていきます。